はい、皆さんこんにちは。今日はですね、お招きをいただきましてありがとうございます。私今日ここに来るまで知らなかったんですけれども、掛け地祭っていうものがここだけで行われているわけではなくて、結構全国いろんなところで、行われているんだということを知りまして、少々驚きの、覚えたわけであります。まあ、私は1977年昭和52年生まれでありますけれども、それでその、80年代ぐらいですね、子供時代を過ごしております。80年代から90年代かけてですよね。で、その時代、その小林武二という名前、学校の授業でですね、日本の文学史ということで、その昭和の初期に、プロレタリア文学というものがございましたと。で、小林武二という作家がおりましたと。で、小林武二は激しい弾圧の中で虐殺をされたんだと、こういうことは知識として、知ってはおりましたけれども、よもや、その要は小林武二がですね、歴史的存在ではなくて非常にアクチュアルな存在として読まれる日が来るようになるだろうとは、80年代90年代でちょっと予想のつかなかったことであります。いわゆるですね、蟹高専ブームなんてことが言われたのが、あれはいつ頃のことでありましたでしょうか。2000年代あるいは2010年前後のことであったろうかと思いますけれども、まさに今日の、会全体のテーマにありますように、格差社会と小林武二、格差ということがですね、非常に問題化されるような社会状況というのが現れてきたわけです。かつ、先ほどおっしゃった方がおりましたけれども、格差って言葉は実はあんまりそんなに適切じゃないんじゃないかと。小林武二の時代には階級と言ってましたねと。で、現代においてもその言葉の方が適切なんではないかというですね、話がありましたけれども、私もその通りだと思います。格差というのは言うなれば相対的なものでありまして、相対的だというのは同時にその移動可能だということを意味すると思うんですね。で、移動可能な状況というのがありますと、格差というものが現にあっても、人々は、ある意味、結構希望を持って生きることができるかもしれないけれども、この格差が固定化をして、全くこれ移動不可能だということが、はっきりしてしまいますと、これは格差というよりも固定された階級であると。で、まさにそのような、階級の時代というものに、いつからなんでしょうかね。私の感覚的に言うと、大体2000年代入ってからという感じになりますでしょうか。その色彩が非常に濃くなって、色濃くなって現在に至るわけです。そしてここへ持ってきての、この新型コロナの、問題というのが、湧き上がってまいりました。で、この新型コロナのですね、今一方では何が起きているかというと、株がむちゃくちゃに上がってるんですね。日経平均3万円突破という話で、これが何十年ぶりの、30年ぶりとか、なんかそんな水準だと言っております。で、他方で当然のことながら、この緊急事態宣言の下で、さまざまな失業であったり、その廃業に追い込まれるという人が、5万といると。で、この落差ですね、すさまじいものがあります。で、そのように私たちの、そのごく身の回りで見ても、このように、その大きく、このパンデミックをですね、きっかけにして格差が広がるっていうことが観察されるわけですけれども、もっと大きく見ればですね、この新型コロナウイルスのようなもの自体が、
いわゆるそのグローバルな格差ですね、南北問題ですね、その中から生じてきているんだということも忘れてはならないことなんじゃないかなと思います。と言いますのは、こういうですね、感染症 の、 あの大流行っていうのは、人類史上何度か、繰り返されてきたわけでありますけれども、どうもここのところそれが多いではないかということが言われているわけですね。SARS であったり MERS であったりで、ここへ来て新型コロナと。で、その原因はじゃあどこにあるのかというと、いわゆる乱開発の問題であります。いわゆるその南側の国ですね、発展途上国、これはそのいわゆる南北の構造におきまして、構造的にこう搾取される側にある。で、その中でどうにかして貧しさから抜け出したい、発展したいということで、どういう手段を使うかというと、非常に自然に負荷をかけるということですね。自然を乱開発することによって何とか豊かさをつかもうとする。で、それでもって森をどんどん切り開いていくわけですね。そうするとその森の奥深くに、眠っておりました、ウイルス、これは人間、そのウイルス自体はもう有害とも無害とも言えないんですけど、とにかく人間と接触しない限りにおいては、何ら問題がないわけなんですけれども、そこで人間との接触というのができてしまうわけですね。で、それでもって、今回の新型コロナの場合はなんかコウモリがどうも媒介してるんじゃないかということが今のところ言われておりますけれども、その眠ってたウイルスというのを、その誘い出してしまうことになるわけですね。で、そして、その途上国でそのような形で、今回中国が、その震源地だと考えられますけれども、中国、非常に大変な、すさまじい格差社会ですよね。で、それで出てきたと。で、それがですね、今度は全世界に広がっていく、先進国にも広がっていくと。だから言うなれば、先進国は搾取の構造ですね、これをその搾取の構造における不利な立場というのを南の側に押し付けてたわけですけれども、それがしっぺ返しのように、ウイルスになってですね、跳ね返ってくるということになっているわけです。で、それで怖いですねということになるんですが、しかしながらここで不平等のそのウイルス自体はですね、貧しい人にもまた豊かな人にもですね、悪さをする、同じように危険であるということはその一般には言えるわけなんですけれども、ところがということですね、この実は危険度というのは実質的には全然、そのウイルスのリスクというのは、先進国の間でもですね、全然平等にその、配分はされないんだと。これは今いろんなことが続々と調査中でありますけれども、アメリカ大変なことになってますね、とてつもない数の死者が出ているわけですけれども、そのどういう人がじゃあ重症化をして、どういう人が亡くなってしまったのかということ、すでにこれ出てきているデータだけでも相当そこにはもうすでに貧富の格差っていうのが出ているようだと。早い話が、やはり豊かな余裕のある生活を送っている人は良い医療を受けることが、できがちですし、その逆に貧しい人はろくな医療を受けられないと、またその感染リスクそのものですね、この間テレワークが何だということで、私も大学で働いていて、いろいろ働き方が変わった部分というのもいろいろあったんですけれども、そういう形でリスクを避けられる人もいれば、リスクを避けられない人もいると。だからここでも全くそのリスクの分配というのはちっとも平等ではないわけですね。で、不平等に分配される。そして、アメリカにおけるその医療ですね、これもまた凄まじい話ですけれども、アメリカというのは、医療に関しては極めて特殊な国であって、先進国なのに国民皆保険制度がないというわけですね。オバマ大統領の時にオバマケアということを、
相当一生懸命ですねやろうとしたわけなんですけれども、反対が強くて、まあ、骨抜きになってしまったというか中途半端なものしかできなかったと。でだから結果として今でもって国民回復がないと。でだからアメリカでコロナにかかってですね、無保険だったとしますね。無保険者というのはその何百万人もいるんですけれども、その無保険だったとするとですね、で病院入院しましたと、もうすぐ400万とかですね請求されると。確か3日間の入院で400万だったかな。で今回このコロナウイルスってやたら長いですよね。ウイルスが沈静化するまで結構時間がかかるんで、とてもじゃないけど3日間とかで、まあ、退院できないというのが普通だと思います。となると400万でも効かない、800万とか1000万台にすぐなってしまうと。で、普段要するに民間保険商品を買えない人がですね、そのような請求書、はい500万とか来てですね、払えるわけがないですよね。ですから、まあ、そういうこともあってですね、はっきりとそのアメリカでですね、コロナでそのひどいことになる人で、そうでもない人というところには、もうものすごいこう、貧富の格差というのがですね、現れているんだろうと考えられます。こういう形で、このコロナ自体がですね、グローバルな不平等から発生をしてきて、そしてそれがまあ先進国へとですね、しっぺ返しのように帰ってきたんだけれども、そこでもまた、すでにある不平等を再生産するというですね、もうどこまで行っても不平等、何が起きても不平等、そういう世の中になってきてしまっているという、悲しい現実があります。で、じゃあ日本はどうなんでしょうかというふうに、まあ、目を転じてみますとですね、まあ、これは本当にこれは運がいいということだと思うんですけれども、そしてその理由は何だかよくわからないわけなんですけれども、この程度で済んでいる、政府は失敗に失敗を重ねてきたと思いますけれども、にもかかわらず、この程度で済んでいる、それは非常に運がいいんだと思いますが、しかしこの幸運もまたこれいつまで続くかは分かったものではない。その変異種ですね、変異株っていうのが次々に発生してくるというのがコロナの特徴でありますけれども、だから今後もこれ変異を続けることだとまあ間違いないですね。でそれに対してワクチンが効くのかどうかっていうようなことも危惧がされておりますけれども、変異株のその変異の特性次第では、これまでとは全然違った形で被害が出てくる可能性というのもあるということで、まだまだこの用心しなければいけない状況というのがね、続くんだなと、こういう状況にあるわけですね。で、まあ、そういう中でですね、まあ後でちょっとまたお話ししたいと触れたいと思うんですけれども、その失策に失策を重ねている政府の頂点におりますのが、まず最初に安倍さんがいて、で安倍さんのコロナ対策対応というのがあまりにもまずすぎて、まあ、みんな怒り出したというわけですね。アベノマスクとかふざけんじゃないと、あの星野源とか何やってるんだということで、安倍さんとご本人としてはどうもそれなりに自分は頑張ってるつもりだったようですね。頑張っているんだと、もうかかわらず何をやってもみんな怒ってると、で、もう嫌になっちゃったということで、意欲を失いまして、お辞めになったと。でそこで、菅さんが出て、で、菅さんが言ってることがですね、自助だと、みんな自力で頑張らなきゃいけないんだと、こう言ってるわけですね。で世の中には不平等も格差も山ほどあるけれど、自分は乗り越えてきたんだと、叩き上げなんだと、だから皆さんも、私のような根性を見せて、乗り越えなさいと、まあ、こういうふうに言ってるわけなんですよね。で、その事情の事情をですね、国民に広く呼びかけている人がですね、自分の息子さんに関してはね、何なんですかね、あれは。呆れ果てますね。で、しかもですよ、まあ、東北新社に
就職をさせたと、まあ、その前にあの総務秘書官ですか、かなんかにしてたっていう、これまた最初、これが最初、とんでもない話なんですけどね、なんか大学を出てバンドマンをやっていて、そしてブラブラしていて、どうもあんまりどうしようもないから、なんとかしてやろうということで、まあ、そこで多分、まあ、政治家ですから、あの施設秘書にするとかだったらね、まあ、分かりますけれども、秘書官にしちゃった。でこれはもう要するに政府の仕事ですからね、政府から給料出させたわけですね。で、それを数年間勤めさせた後に、まあ、東北新社に、まあ、預けたという形になって、でそれで、今度はそしたらこの東北新社と、総務省のですね、官僚のもうこれ文春の、テープまで出てきましたけれども、これはすごかったですね、お聞きになった方、また週刊文春をお読みになった方も結構、いらっしゃるかと思いますけれども、もうなんていうか、通貨の中と言いましょうかね。でなんか小林議員という人の名前が出てくるんですけれども、まあ、その人はなんか若手の自民党の方で、で、その電波行政の改革を結構やろうとして改革派の人間だと。でどうもあいつは調子に乗ってんじゃないかと。あいつはちょっと一体こう痛い目に遭わないとダメだなみたいなことですね。あれですね、東北新社の人と、総務省の幹部が話してるわけですよね。これは恐ろしいなっていう感じで、気がしましたけれども、あのこれはでもちょっと怖いなと思ってるのは、これ週刊文春、今自民党とかですね、あるいは政府中枢がですね、週刊文春をどう思ってるかと、それはこれ許しがたいと思ってるでしょうね。なんとかしてこれ叩き潰さなきゃっていうふうに思っていても全く不思議ではない。でだからひょっとするとこう今度はこう政府の側がこうカウンターに出てくるのかなと、いよいよそれはもう本当にハードな言論弾圧ってことになってきますけどね。で多分今日ここにいらっしゃる皆さんは週刊文春よりかは赤旗の読者の方が多いと思いますけれども、実は先日のですね、月刊日本という雑誌がございまして、これ私結構割に親しくしてて何度か登場してるんですけれども、月刊日本、まあ、タイトルから分かるようにですね、右翼の雑誌であります。で右翼なんですけれども、まあ、まあ何て言うんでしょうかね、新生右翼と言いましょうか、今日また後でお話の中に出てくると思いますけれども、台北従属右翼ではないわけなんですね。で、そこを面白い企画をやったんです。それは何かというと、赤旗の、編集長と、週刊文春と編集長の対談という、これ面白かったですね。要するに今や、そのいわゆる三大紙を中心とする新聞メディアがですね、全然スクープを放てなくなっている、でも政府広報機関紙みたいになっている中で頑張っているメディアと言ったら、それは赤旗と文春であると。それこそ赤旗はあれですね、あの桜を見る会の前夜祭ですね、報道なんかであの賞なんかをですね取りましたけれども、もうこの2つがですね、ある意味今もう日本の真のジャーナリズム、真の意味でジャーナリズムっていうのを、まあ、引っ張るようなですね、そういう存在になっているということで、まあ、あの2人がですね、どういうスタンスでやってるのということで話をしてですね、かなり盛り上がっておりましたけど、今そういう時代なんですね。そういう時代だっていうのは、それこそですね、人民戦線ですよ。その文藝春秋と、赤旗が組んでしまうというような、ね、まず組んでるわけじゃないけれども、でもある意味、意気投合してやってるわけですから、そういう時代になってるんだということをですね、皆さんどっか頭の片隅にですね、入れていただきたいと思いますね。で。はい、まあ、今日はですね、小林武史の話をするという
ことで、読んでいただいたわけなんですけども、まあ、しかし私別にあの文学の専門家でもありませんし、また小林武史についてですねものすごく詳しいとかなんとか、武史の研究をやってきたとかいうわけでもないので、まあ、私の研究のメインのところとそして、からご説明をして、そして、そのここから見たですね、その小林武史がじゃあ今何を語りかけてくるのかということをですね、お話をしてまいりたいと思いますけれども、じゃあどんなことをして仕事をしてきたのかというとですね、もともと私政治思想の研究をやっていて、とりわけですね大学に入って、まあ、研究のいわゆる道に入ってからですねレーニンの研究をやっておりました。まあなんでレーニンなんかというふうによく言われたもんなんですけれども、まあ、最初はですね割にまあ単純に面白かったっていう感じだったんですけれども、この未完のレーニン2007年なんかを出す頃にはですね、まあ、いわゆる本当に格差社会っていうことが、まあ、すごく言われるようになってきていて、でまあ何と言いましょうか、そんなになんていうか同時代今の現代にレーニンが何を語りかけるのかみたいな、ことをですねあんまりストレートに、そういうことをやりたくって、着手したわけじゃなかったんですけれども、いつの間にかそういう時代になってきていました。で、レーニンに関しましては、まあ、2冊ほど本を書きましてですね、博士号も取りまして、それで、じゃあ次何やろうかなと、どういうことを研究していこうかなということを考えていたときにですね、ちょうど今から10年前、早いものでありますけれども、10年経とうとしているわけですけれども、2011年3月11日、これに遭遇するわけであります。で、まあ、当時ですね、私は神奈川県の川崎市に住んでおりましたけれども、まあ、やっぱり身近にですね、その原発事故が発生をするなんていうことは、まあ、本当に未曾有の経験を知ったわけなんですが、しかしですね非常に奇妙な、感覚を、持ちました。それは何かというと、全く初めての経験をしているにもかかわらず、ああこれは見たことがあるぞと、これはどっかで見たことがあると思ったんですよね。その見たことがあるというのは何かというと、あのこう日本 の, そ の, この原発の事故に対するその対処の仕方、またその対処している面々 の, その振る舞い、また顔つき、こういうものを見ているとですね、これって あの戦争の時の日本と同じじゃないかと、あの戦争一体何が悪かったのかと、まあ、これに関してはいろんな意見がありまして、そう簡単にですね意見の一致を、見ないわけでありますけれども、これはまあどんな立場のですね人でもそう一致多分意見が一致するのは、なんであんなにグズグズダラダラと戦争をですね、長引かせて続けたんだろうかと。何せですね狭い意味での日本人だけで300万人以上の方が戦争で命を失っておりますけれども、そのうちのですね実に3分の2ですね、200万人は最後の1年間で亡くなっているわけですね。この名古屋なんかもそうですけれども、東京大阪だの、各都市の空襲ですね、焼夷弾の雨が降ると、でそれから沖縄戦、そしてついには原爆と、これら全部最後の1年に起きたことですよね。で最後の1年なんていうのは、まあ、軍事的には全く意味がないわけですね。もう日本はどんどんその継戦能力というのを、反撃する能力を失っていって、一方的にやられるというそういう展開になっていたわけであります。で、だからもう早くやめるしかなかったんですね。で当時のじゃあ戦争指導部はどう考えていたのかと、もちろん彼らとてバカじゃありませんから、まあこれはもうダメであると、これはもう負けだと分かったわけですね。分かってたけれども、その何とかして国体保持をしたいと、国体保持をしながら負けるにはどうしたらいいんだということで、その仕方がよくわからないということで、グズ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 とその終わらせるタイミングというのを見失い、ついには、原爆を落とされ、しかも2発落とされ、ソ連が参戦をしてきてということで、ついに突然宣言受諾という
ことに至るわけです。で、もう終わりもグズグズだったし、それから始まる時も、とりわけ対米戦ですね、グズグズですね、アメリカと戦争なんかしちゃいけないということは、これみんな分かってたわけですね、国家の指導部はですね、もう物量の格差からして、勝てるわけがないので、アメリカと戦争なんてのは絶対ダメだと分かってたんですが、しかし、いつの間にか、始まってしまったと、なんかやらざるを得ないような状態になってしまった。で、そしてやっぱり案の定途中でもうダメになるわけですね。で、この全てのグズグズダラダラの展開ですよね。そして、そのグズグズダラダラの中でその屍がですね山を成していく。しかしじゃあ、それに対してですね、いわばその所業というもの、その、やってしまったことということに対して、どういった、まあ責任の意識があったかというと、これが極めて希薄であったと。戦後ですね、丸山正雄がその東京裁判なんかを見てですね、無責任の体系という言葉を、作りますけれども、要するに、東京裁判で、その検事がですね、日本の指導者たちを、かつての指導者たちをこう問い詰めるわけですね。お前が始まったのかと。いや違いますと。じゃあお前か。いや違います。じゃあお前か。いや違います。全員俺が始めたんじゃないというわけですね。でもそれなこと言ったって、でもお前たちやっぱりやる意思があったんだろうと、だからやったんだろうかと。いえ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 と。いやもうやっちゃいけないと思ってましたというわけなんですよね。で確かに本当にそう思ってたわけです。やっちゃいけないと。で、それでも。まあそんなこと言われると、まあ検事の方は、困惑しますよね。とじゃあなんでお前それその時言わなかったのかって言われたら、日本の指導者たちは、いやいつの間にかそういうことを言える雰囲気でもなくなっちゃったんですよねというね、返答しかできなかった。これが日本の国を率いていたトップエリートたちの言葉であったと。この事実に対してですね、丸山正雄は、まあ、愕然とするわけですよね。で、この原発事故を通じて露呈したのは何であったかと。これ全く同じじゃないですかということですよね。あの緊急事態にあってですね、現場は頑張るんですよね。これ本当 に昔の日本の兵隊とその、指導部の関係と全く同じなんですけれども、あの現場はすごい頑張るんですよね。ところが東京電力本店とか、これ何のために存在してるんだろうかと、もうただの邪魔でしかないというね、そういう感じですよね。でなんで邪魔でしかなくなっちゃうのかって言ったら、それこそ東電の幹部の中で、もうこれはうちの会社が起こした事故である、事件であると。でこれ結局のところ、これ全責任は我が社にあると。で俺がこれは責任を持つというふうに覚悟し宣言をする人間というのが一人もいなかったということですね。要するにこれも全くかつての日本の指導部と同じですし、そして、この原発ってものがどういうふうに推進をされてきたのかなということをですね、まあ、あの事故が私はやっぱりショックを受けてですね、少々勉強してみますと、もうこれまた本当に無責任の体系以外の何者でもないんですよね。例えば、まあ、それの最もシンボリックなところはですね、核燃料サイクル計画だと思いますけれども、核燃料サイクル計画というのは、まあ、夢の技術だと言われているわけですけれども、世界で どこの国も結局のところうまくいかなくてですね、まあ、次々撤退してるわけですよね。で日本もまあご多分に漏れずあんまうまくいかない、あの福井にありますモンジュ、もうこれもついに、閉鎖が決まりましたけど、それから青森県の六ヶ所村の再処理工場、これも一度としてまともに動いた試しがないと。で
もうこれ関係者にですね、核燃料サイクル計画ってあなたうまくやがてうまくいくと思いますかって、一人ずつですね、例えば個室に呼んでですね、問い詰めたらですね、多分全員がもうダメだと思うって言うと思うんですよね。っていうか逆にそう言わなければ頭おかしいっていうことになります。いまだにこれうまくいくって思ってる人間っていうか専門家であればあることですね、ちょっと頭おかしいんじゃないかということになるわけですが、だから全員だからこれもうダメだってことですね。だけれども誰もそれを言い出せないんですよね。これだからアメリカと戦争をやっちゃいけないって全員思っていたのにやっちゃった、それからもうこの戦争もう俺はもう負けるを認めるしかないって全員分かっているんだけれども誰もそれが言えない、もう本当にそっくりですよね。で、そしてまたもう原発の推進の体制なんていうのはですね、もうむき出しの国家主義ですね。それはどんな合理的な批判があってももう一度決めたんじゃと、これは国策なんだ言ったらもう一切耳を貸さずに、暴走機関車のようにして、進められてきたわけであります。で、そう考えるとですね、一体この戦後っていうのは何だったんでしょうかと、日本の戦後っていう時代は何だったんだろうか、だから戦後民主主義とか言いますけれども何だったんでしょうかということに対して極めて深刻な疑問符が突きつけられざるを得ないわけであります。戦後日本はですね、あの戦争への後悔と反省、これの上に立って、ひたすらに平和と、民主主義これを重視して、そしてその結果として繁栄を得ることができましたというような語りというのがもうこれまで何千何万何十万回でしょうか、いろんな口からまた言われまた書かれてきたことだと思います。ところがです、本当に反省後悔してるんでしょうかと、本当に反省後悔してるんだとすれば我々が言ったところの無責任な体系っていうのはですね乗り越えられてなければおかしいはずですが、現実問題としてそれは全然乗り越えられてない、乗り越えられてないどころか原発のようなですね非常に、社会の重要な部分で動き続けてきたんだということが 3.11 で明らかになっちゃう。で、だから結局あの 3.11 って何だったんだと、何だったっていう過去形にもなってないですよね。これまだ全然事故は続いているわけでありますから、で、避難も終わってないし、さまざまな訴訟なんかも、現在進行中でありますが、で、なんでこんなことを起こしてしまったんだと、これやっぱりもう遡って考えていったらあの戦争の未処理というところに行き着かざるを得ないだろうと。でその未処理ってどういうことなのかというと、なんでこんな無反省無後悔でいられるのかなって考えた時にですね、私はふと気づいたわけです。ああそうかと、実は負けたと思ってないんだ、それは私敗戦と否認というふうに呼んでますけれども、その証拠に8月15日を終戦の日とか終戦記念日って言ってますよね。でも終戦って何でしょうかね、戦争は台風とか地震とは違うわけでして、その日本が自然に終わったわけじゃないですね。日本が負けたっていうことを認めて、初めてそう終わったわけでして、本来だったら敗戦の日であるはずが、終戦と言ってそのことが、疑問すら持たれてない、要するにここにごまかしがあるということです。で、だから実はずっと戦後日本というのは敗戦ってことをごまかしてきたんだ。で、それを要はなかったことにしてきた、それを否認という言葉で私言いますが、否認というのは、心理学の用語なんですけれども、知ってるけれども現実として認めてないっていうそういう心理を指します。もっと分かりやすく言うと都合の悪いことは見なかったことにするという心理ですね。だからこれはまあ非常にありふれた心理でもあるんです。私たちの日常生活の中でよくやります。で、ちっちゃなことを否認してもどうってことないですけれども、大きなことをですね否認するということになると、これはもう心の病気だと、治療が必要な心の病気だということです。で、
当然ああいった大きな戦争に負けるって巨大な意味があるわけですよね。でそのことをあの戦争負けたんですか勝ったんですかと、それは負けたんだってことは知ってますよね。だから知ってる。だけどじゃあそのあの戦争に負けたってことが何を意味するんだっていうことを、知らないし知ろうとしないし、で知らなきゃいけないんじゃないですかって言われると、うるせえバカ野郎って感じで逆切れをしちゃうっていうんですね。こういう歴史意識っていうのがですね、実は戦後の日本人のいわば、歴史意識の背骨になってるんだということをこの永続敗戦論という本で書きました。永続敗戦って変な言葉ですけれども、まあ要するに負けたってことをちゃんと認めてないんで、ずるずるだらだら負け続ける、要するに負けたってことを認めてないから反省する必要もないし後悔する必要もないし、また自分を変える必要もないってことになるんですよね。だからかつてのシステムっていうのがそのまんま持続されてしまう、で、生き延びてしまう。でそれは当然欠陥だらけのものですから、新たなる敗北を招き寄せることになる。ずるずるだらだらと負け続ける、これすなわち永続敗戦ということであります。でまあ、本当はね、誰かこういうことをですね、その日本の現代史の研究者とかですね、ズバッと言えよと言ってくれよと思ったんですけど、誰も言わないんですよね。誰も言わないんで、まあ、しょうがないと言って2013年ですね、本を出しましたが、自分で言うことにしました。で、これをちょうど書いてるのがですね、2012年の末頃だったんですけども、2012年の末に何があったかというと、衆議院総選挙だったんですね。で、民主党が敗北をして、安倍自民党が大勝を収めて、そして、安倍政権が成立をし、それがまあすごい超長期政権になって、で今その後継政権たる菅政権になっているという、こういう状況ですね。でちょうどそのだからですね、総選挙の結果速報なんかを横目で見ながらですね、私は原稿を書いたんです。で書きながら思ったんです、あ、これはもう最低最悪の政権ができて最低最悪の政治が行われるであろうと。なぜかと、その理由は全部この本に書いてあるんです。でなんでそうならざるを得ないのか、なぜ必然的に絶対にそうなるのか言ったら、その戦後日本の悪いところであるところの敗戦の日に、安倍さんという政治家はまさにその敗戦の否認の情念をですね、もう固めて作ったような人なわけですよね。そのいわば気持ちをですね、物質化してですね、物質化して、そしてついに肉になってですね、それがついにあの服か人の形をしてですね、服着て物喋ってるっていう、こういう感じの人です。だから、当然これはもう最悪なことになるだろうと。そしたらやっぱりもう本当にね、予想にたがわずっていう感じですね。俺がポツダム宣言なんか読んでねえと言ってるわけですよ。それで戦後レジムからの脱却とか言うわけですよね。すごいですよね。戦後レジムっていうのは間違いなくポツダム宣言を受け入れる。まあ、それは進んでなのか不詳不詳なのか、そんなことはまあどうでもよくて、とにかく受け入れた。これ国際的な約束なわけですよね。で、そこから戦後日本というのは始まってるわけです、始まってるわけですけれども、その出発点のことなんか俺知りたくもねえんだっていうわけなんですよね。そのまんでそれを知らないまんま戦後レジームから脱却するっていうんですから、ものすごい話です。これ以上のデタラメはないという話です。で、しかしながら残念ながらですね、その日本人の言ってみればまあ標準的なと言いましょうかね、平民的なということなのかもしれませんけれども、いわば歴史意識やその世界観というのに、まあ、安倍さんがっちり合ってるわけなんですよ。戦後日本の背骨って敗戦の否認じゃんと。でまさに敗戦の否認を体現する政治家が安倍さんじゃないですかと。それは長期政権化するわということですよね。で、そこで、やることは何かと言ったら、
戦後の平和とで繁栄してた頃のですね、戦後の夢をもう一度ということで、オリンピックをやって、東京でオリンピックをやって、大阪で万博をやってというストーリーですよね。もう本当にこのストーリーに、まあ、乗っちゃう日本人が、まあ、やっぱり残念ながらたくさんいるわけですけれども、本当にこれは想像力っていうものがですね、枯渇してるんだなと、まあ、精神的な衰退ということをですね、表しておりますけれども、でももうこのストーリーは土台無理ですよと、こういう状況に絵がもうますます現れになってきているわけなんですよね。で、だいたいオリンピック最初復興五輪って言ってたんですよね。で、復興、東日本大震災からの復興、これをでオリンピックやると、例えば仙台でやるってなったらまだ分かるんですよ。なぜ東京なんでしょうね。意味が分からないんです。だからもうこれはある意味福島で起きたことのあまりのでかさ、これをまあ要するに直視したくないってことですね。私たちの否認ということですよ。福島で大変なことが起きてしまった、もうちょっとどうしたらいいかよく分かんないような大変なことだと、大変だ大変だ大変だ、どうしようどうしようどうしよう、そうだ東京でオリンピックやればいいんだ完全に狂ってますよね。で、こういう狂った動機で始まったことですから、その後もまあ全部万事万端うまくいかないわけですね。国立競技場の問題では揉めるわ、エンブレム盗作問題は起きるわ、買収問題は起きるわ、そして挙句の果てには森喜朗さんの暴言で、森喜朗さんが来賓宿を買って、会座を引くと。で、そこへ持ってきて、まあ、その前からですけれども、もうコロナですよね。で、まあ、もう呪われていると言いましょうかですね、取りつかれてるなと。でも最初からそうだったんですよ。取りつかれたような狂った動機で始めてるからこうなるんです。で、大体だからも私も不吉な感じがしたんですよ、最初から。アンダーコントロールとか言ってですね、招き寄せたと、嫌だなと、これはろくなことにならないぞと、まさにこれ日本人 の、 その敗戦の否認というのをますます長引かせようという、もう最悪の試みだと、こんなことやってろくなことにならないぞ と思って、私が連想したのが1964年の東京オリンピックではなくて1940年の東京オリンピックですね。幻の中止になってしまった。で、1940年と2020年かと、ちょうど80年と、なんか切りがいいなと思ったんですね、数字が。で、このスキリがいいからそこ半分で割ってみたくなりますよね。そうすると1980という数字が出てきます。これはモスクワオリンピックの年であります。モスクワオリンピックってこれケチがついたことで有名ですよね。アフガニスタン侵攻で、アメリカ日本などがボイコットで、でさらに奇妙な符号があるんですね。それは何かというと、1980年のオリンピックを開催した後約10年でソ連は崩壊しました。1940年のオリンピックができなくって、その後5年後に大日本帝国は崩壊をいたしました。なんとも不吉な感じがするわけです。2020年東京オリンピック、これは開催できないっていうことになると、まあそこからあと5年かなと、2025年ぐらい、なんとかまあもうむちゃくちゃな形でも、なんか形だけでもやったっていう形にすると、一応開催したっていうことになれば、まあそこから10年が2030年ぐらい、そのぐらいの今状況になってきていると思いますね。統治の崩壊というべき状況になってきていると思います。で、こういうですね、今の日本人の精神状態状況、まあだから映像化するのを書いた時にすでにもう、これはもう安倍政権というのは最低だと、一刻も早くいなくなってほしいと思ったんですけども、全然なくならない。で、それはそれだけ、ある意味日本人が今その陥ってる精神状況っていうのは危機の深さということでもあろうと。で、そのことをよく考えるためにはですね、もう少しスパンを広げて考えてみなきゃいけないなと。で、そこでこの国体論という本をですね、2018年書きました。すでに映像化敗戦論を書いてるときにですね、この、敗戦の否認なんてこれ変なことができたのはなぜだろうかと、要するにそれはアメリカの存在のおかげなんですよね。
要するに、東西対立の中で、アジアにおけるナンバーワンのパートナーになったということで、ある意味大変な優遇をされるわけです。でそれで、アメリカにすがることによって急速な、まあ、復興や経済発展というのも可能になって、その戦後ですね、平和と繁栄の時代になることができたと。でその結果日本の対米従属というのは非常に変なものになっていくことになったと。どういうことかというと、そのまあ対米従属してる国っていうのは世界にいくらでもあるんですよね。で、だからまあそのことをですね、恥ずかしいとか、けしからんとかあんまりこう叫んでみても虚しいものがあります。ですが日本の対米従属というのは世界に類を見ないようなもの。どういう意味で類を見ないかというと、従属しているっていう事実を否認するような従属なんだと。でこれは敗戦の否認からスプルーでつながってるんですね。なんでアメリカの属国になってるんですかって言ったら、それは理由は簡単ですよね。アメリカと戦争やって負けたからですよね。完全にノックアウトされて、大木様言うこと聞くかと、すいません言うこと聞けますということになったから属国になってるわけであって、でそこでもっていや本当俺たちは負けてねえんだけどなっていう心持ちをですね持とうとすると、アメリカに従属してるっていう事実も属国であるっていう事実も否認しなくちゃいけなくなります。なので、しかしでも現実には、従属をしている。じゃあそれはどうやってごまかすことになるかというと、これは従属じゃないんだっていう話にするんですよね。じゃあ何なのと。いや仲がいいだけなんですね、親密なんですという話ですね。でそのことを物語るような、例えば有名な言葉が友達作戦ですね、思いやり予算ですね。こういう言葉を政府が使ってるんですよ。政府がで、妙にウェットで気持ちが悪いですね。で、要するにこれらの言葉は何を物語ってるのかって言ったら、日米関係っていうのは従属とか支配とかそういう関係じゃないんだと。そういう関係じゃなくって、あのひどい殺し合いをやった後に奇跡的に芽生えた友情、敬意、信頼、これに基づいているんだっていうんであって、そういうその従属だとか支配だとかそういう政治的な言葉を持ち込まないでくれよ。こういういわば世界観を、表している。で、世界広しといえどもですね、そんな国は多分一つもないと思いますよ。どこの国だってそれは現実的な理由からやむを得ずアメリカに依存せざるを得ず従属をしているという、ことはいくらでもあるわけですけれども、あくまでそれは不本意なことであります。本当は完全にいわば、独立国家である以上独立とした存在としてありたいが、しかし仕方がない、ので不本意だけれども、依存したりする。だけれども当然のことながら、それは不本意なことだから、できるだけ、その依存の度合いっていうのを、減らしたりし、独立の度合いっていうのを高めたい、そういうふうに考えるのが普通だと思います。ところが日本はそうではない。この依存、何せ最初から依存、属国であるってことがね、そうじゃないって言っちゃってるんですからね。だからもっとできる限り、自立性を高めようとか、そういう発想とか出てきようがない。だから日米地位協定をきちんと改定しようという試みがただの一度も行われたことがない。それから核兵器の、持ち込みなんつったって、持ち込まないことになってます。ちゃんと事前協議することになってますなんてことになっていますけれども、こんなのはもう全くの笑い話に過ぎないわけですよね。で、アメリカはもちろんだから好きなように必要があれば持ち込みますとこういうことに過ぎないわけです。だけど全部そのことを、いわば目をつぶってないことにしている。で、こういう支配されていることを否認するような支配っていうのは何なんだろうかな、考えていったときに、だからこの日本の対米従属の特殊性って何なのかなって考えたときに、あ、これって要するに天皇制じゃないかってことに私は思い至りました。だから実は戦後、言ってみれば、
アメリカが天皇のような存在になってきている。でそして、それこそですね、アメリカを天皇として仰ぐことによってですね、ある意味戦後日本というのはすごい得したわけですね、高度成長をしてですね、そして、再び先進国の座というのを奪還回復をする。さらには一時はアメリカ親分のアメリカがですね、ちょっとこいつら強力になりすぎたなというふうに、ビビるぐらいですね、発展をしたわけですよね。だけれどもそのように、まあ、要するにアメリカが日本を良くしてあげたというのも、それは共通的ソ連があってのことでありました。ですから1990年前後に東西対立 そのグローバルな構図が崩壊をするっていうのは本当にこれは大きなことであって、要するにそれ以降アメリカは日本を庇護してやる根本的な理由っていうのはなくなったわけですね。そうしますと、日本はアメリカから見ればその庇護すべき対象というよりもむしろ収奪する対象になってきます。これはアメリカから見れば当然のことですね。アメリカはアメリカの国益しか考えてないわけですから、一生懸命育てたですね、子豚は丸々と太ってきたと。さて、そろそろ美味しくいただこうかと。こういう頃合いになってくるわけです。で、当然日本の側は、それに対して抵抗しなければならないはずですよね、本来。ところが、この30年間、どうでしたでしょうか。それを抵抗するどころか、むしろアメリカの言い分を忖度し、アメリカの先回りし、いわばその、アメリカに富を譲り渡す、有形無形のですね、富を譲り渡すというような、まあこういうの売国道と言いますけれども、こういう、行動というのが、もう政官、財学、メディア、エリートで蔓延するようになった。で、だから、で、なんでそういう、いわば危険的な行動ですね、に批判が集まらないのかというと、いまだに、いわば、アメリカ、慈悲深きアメリカというイメージが、もう日本全国の津々浦々、人々の心に、まあ、刷り込まれているからなんですよね。で、まあ、だから1990年前後、ここがまあ決定的なだからターニングポイントだったというわけですけれども、それ以降ですね、日本が失った30年と言われますけれども、丸ごと失った期間になっているというのは、全く当然といえば当然のことであります。と言いますのは、要するに根本的に前提条件に変わったんだから、そこでもって、日本の立ち位置といいましょうかね、アメリカとの関係性、ポジショニング、これを見直さなければならなかったはずが、まあ、端的にはだから対米従属っていうのを相対化しなきゃいけなかったはずが、対米従属を相対化するどころか、ますますそれが露骨なものになって、それしかないということになって現在に至るわけです。で、なんでこんな不合理なことをやってるんでしょうねっていうと、それはもうアメリカが天皇だからなんじゃないですかと。つまり言ってみれば、ここにあるのはアメリカを頂点とする、いわば戦後の国体とでも言うべきものがあるんだということですね。でさらに、この戦後の国体というものがですね、実は戦前の国体というものの歴史があるわけだけれども、まあ、明治期に形成をされて、で昭和に崩壊をする、その国体というものがあるわけです。天皇制国家があるわけですけれども、それのいわば、同じ形での反復する歴史を成している、こういうまあ話をこの中でしています。でちょうどそれをですね、準備をしている時にですね、非常にまあ驚くべきことが起きたんですね。それは何かというと、2016年のこの、先の天皇、まあ、現状法の、お言葉の発表ですね、8月で、これはそのまあ、本当に異例ですよね。天皇が直接メッセージを国民に届けるんだということで、やったわけですけれども、でその中でじゃあ何言って言うんだろうと注目をして、私注目深く聞いていましたけれども、その時にですね、やっぱり
非常に印象深かったですね。国民統合の象徴としての務めというような言い方が何度も何度もされました。要するに自分は何者なのか、天皇っていうのは何でも象徴天皇なのか、でその象徴天皇ってじゃあ何象徴してるかときに、国民、単に日本国だけでなくて国民統合の象徴なのってことを何度も何度も強調されたんですね。でそこで考えてみればですよ、まさにこのお言葉を発表することによって彼自身が幕を閉じようとした平成の時代っていうのはどんな時代だったか、それはもうあれなんですね、その失われた30年にもろにかぶるんですよね。っていうのは、東西対立の終焉と昭和天皇の逝去というのが、まあ、このと偶然ですけれども非常に重なったわけなんで、もう平成時代というのは丸ごと失われた時代になったわけです。で要するにそれは国民統合がそれこそ崩壊していった時代だったと。それこそだから格差ですよね、でその格差が固定化し階級化していくような時代、こんな時代に俺たち同じ日本人だよねなんて言えますかと、こういう状況になっていった。で、まあ、なぜ崩壊したのか、たのかということをですね、問い考えていけばですね、もちろんこれ天皇自身がその自分の言葉の中でですねこんなことを詳しく説明したわけじゃないけれども、でもその彼が何を強調したのかっていうところを深読みしていけばですね、こういうことを暗に言いたかったんじゃないのかということが読み取れると私は考えるわけです。まあその辺の詳しい解釈はその国体の中に書きましたけれども、でなぜ崩壊していったのかといえば、先ほど言ったように、いわば日本が置かれている前提条件が変わってしまったのに、それに対する対応ということをしないで、従前の構造をむしろ無理やりに強化する、土台がなくなってしまった家を無理やり支え続けようとする、そのようないわば、その政治も続いたし、また社会の趨勢としてもそうだし、国民のメンタリティとしてもそうだ、それがずっと続いていった結果、日本はどんどんボロボロになっていった。そうするともう果たして統合ってどう、国民統合どうするんですかってことになるわけですよね。こんな状態で、いわば社会が朽ち果てるままに、そしてまた人々の絆のようなものっていうものもどん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 壊れていく、それどうするんですかと、天皇はその問いを国民に投げかけたんじゃないかなって私は思いました。で、それは本当に深刻な問いですよ。深刻な問いだというのは、もしもうそれで別にいいじゃんと、統合とかいらねえよっていうふうに日本国民が答えるんだとすれば、もう誰も統合をなんとか回復しようとか維持しようとか思ってないんだとすれば、国民統合の象徴も存在のうちってのはなくなりますよね。だから天皇はある意味こう問いかけたんだと、私たちはのような存在っていうのは今後皆さんにとって必要なんですかっていうですね、思い問いですよね。そして、結局こんなことになっちゃったのも、いわばいつの間にか、いわばアメリカを中心とする国体みたいなものが成り立っちゃってですね、いわばアメリカ自身、アメリカが精神的な権威としての現実的な政治的な力、軍事的な力だけでなく精神的な権威としても君臨するような状態っていうふうになってしまっている。そういう中でアメリカがもうもはや日本人にとっての天皇だったんだったら、このじゃあ東京の皇居にいる天皇って何でなのって言うんですよね。もうアメリカは天皇でそれでいいじゃないと言うんだったら、じゃあもう日本の天皇なんていらないよねってことになりますよね。まさにこうした究極の問いかけっていうのがなされた。じゃあまさにだからこれは戦後の国体っていうものはですね、まあ事実上アメリカを天皇として日本人はもうもはや仰ぎつつ、でも一方でまあでもやっぱり天皇とか皇室も大事じゃないみたいな、お前本気でそれ言ってますとか突き詰めてそれ考えてんのっていうね、そこを突き詰めないでごまかしごまかしでやってきた、そのごまかしっていうのがいよいよ通らなくなったっていう、そういう時代に今確かかってたと、そのことを、まあ、天皇の言葉は告げたのかなと思いますが、そういう中でですね、その国体って言葉をね、
まあ、言うからにはちょっと簡単にそのおさらいをしておきたいと思うんですけども、まあ、元々これ幕末ですね、水戸幕、相沢誠司が正論、正論で新論という本ですね、これはもうその対外危機っていうのがですね、目に見えてですね高まってくる中で、いわゆる尊王攘夷の思想を説くわけで、これがいわゆる明治維新の志士たちのこのバイブルになっていきますね。で、まあその日本国の国体っていうのは、じゃあそこで語られた国体って何なのかというと、まあ、それ自体は、まあ、日本は天皇中心の国なんだっていうですね、まあ、それ自体が非常に漠然としたあのテーゼでありました。で、しかしながら、まあ、それがですね大きな力を持って倒幕維新ということになってきますから、それはまあ明治維新、明治政府が公式イデオロギーとしてこれを採用していくことですね。だからまあ国体というのは後々これは一般に天皇制国家の体制ということを意味するんだという、いわば了解ができていきます。で、そしてまあそれがいわゆる、ファシズム期にはですね、まあ、天皇制ファシズム国家のですね、中心の概念なわけで、従いまして、戦後これはその敗戦によってですね、いわゆる諸々の改革によって、法的にはですね、もうこんな言葉は、ね、いらないよということで廃絶されたということですね。で、まあ国体のじゃあその観念の中身ですけれども、まあ単に天皇が中心だというだけでなくてですね、まあ特に大戦中にはですね、八公一憂なんてですね、ことがこれ言われたりしましたけれども、いろんな言葉概念がその中に織り込まれてますが、あの一番大事なのはですね、まあ、これは私の考えですけれども、一番大事な観念はこの家族国家観というところです。それは何かというと、日本国民というのは一大家族なんだと、大きな家族なんだと。で、天皇陛下の席士という言葉がありましたけれども、生前ですね、一人一人の国民というのは天皇の子供なんだ。で、これはですね、この考え方っていうのは、まあ、明治のこの国体観念を作った人たちが何とかしてこの日本国家のですね独自性っていうことを言いたかったわけです。天皇というのをトップに据えたけれども、なんだと、それはなんか西洋の王様とか中国の皇帝みたいなもんかと、そっくりだねと、真似してるだけじゃんって言われちゃうんですね。なので、いや違うんだ、似てるようでいて違うんだというのは、西洋の王様とか中国の皇帝っていうのは民をいわば上から支配する力で支配する、存在だけれども、天皇というのはいわば慈悲深い父なんだと、みんなのお父さんなんだと。で、力で支配するじゃなくて上からいわば見守るような存在。で、さらにそこは、さらにここには独特な社会観がさらにそこに持ち込まれることになります。なんで西洋の王様は力に頼るんだろうか。それはみんなが自分勝手だから、個人主義者だから。で、みんな好き勝手なことをするんで、なんとかそのわがままを抑えるためには、力をでもって抑えつけなきゃいけないということが起こると。で、しばしば王様は力の使い方を間違えますので、恨みを買って、その、反乱が起きて殺されたと。で、王道断絶というのが起きる。日本は耐えて一度もそういったことが起きていないと。それはなぜかというと、日本人はみんな家族だからだと。家族なので自然と仲良くなるな。エゴイズムがぶつからないようになって、自然なところで調和するようになっている。だから、いわばその上に立つ天皇も、ですね、その見守るだけで力を振るう必要はないですね。で、これだけ聞くとですね、なんか美しい話だねっていう話になるんですけれども、これは本当に気持ちが悪い話なんですね。っていうか、いつこの家族国家観ってすごい今でも強い影響を持ってると思うんですよ。というのは、未だに日本人は権利って言葉を全く理解できてないんですよね。権利って結局エゴイズムですから、エゴイズムとエゴイズムがぶつかるので、それを、調停する必要があるんですね。調停するときに、じゃあここまでは正当なエゴイズムだね、ここから先は言い過ぎだよね、やり過ぎだよねっていうところで、どっかで線を引いてやる。
で正当なエゴイズムの部分を、まあ、権利っていうふうに呼ぶわけですけれども、最初からエゴイズムをですね否定してしまえばですね権利という観念も必要ありませんね。最初からぶつかんないっていう話になっちゃうんですからね。でこれはですね、まあ、だからここには支配はないんだ、自然とみんな仲良くなるようになってたっていう話になったんですけれども、でもそんなこと言ったって国家はやっぱ支配ですよね。なので、ここで振るわれるその権力というのは非常に気持ち悪いものがあります。気持ちが悪いというのは、その支配、暴力であることを、最終的には暴力が担保しているわけで、暴力であることを否認するような暴力ですよね。だからそれがまさに小林武史が生きた時代なんていうのは、まさにそれが猛威を振るったわけですけれども、小林武史はああいう最後を遂げることになりましたが、一方で、日本の官憲がやっていたことは、いわゆる天候を進めることになったわけですね。で、天候というのはじゃあどういうレトリックで、いわば行われていったのかというと、要するに君も日本人じゃないかと、君も天皇陛下の子供じゃないかと、でそのことに、天皇陛下の愛に目覚めなさいよ、そうしたら天皇陛下は大変慈悲深い方なので、戻ってきた者に対しては、寛大にも許してくださるのである。これは言ってみればその体制に対する反対者というのを政治的な敵として認めていないんですよね。最初からだからその天皇制国家に立てつくこと自体がそもそも最初から不可能であるというふうに観念されていたということですよね。で、その一方でそのだからそのにもかかわらず、でもやはり政治的なそこに敵対性っていうのはあるわけで、それは苛烈な暴力として現れます。しかしその暴力というのは非常に気持ちの悪い暴力、つまり君に分かってもらうために殴るんだ蹴るんだというような、暴力であることを否認するような気持ち悪い暴力として私は検証したっていうふうにですね思うんですよね。でそれでですね、まあまさにだから天皇陛下の赤子だとかですね、一君万民だとか一子同人だとかですね、こういった言葉だけ、では美しい言葉のもとに苛烈な暴力が振るわれるというのがこの体制です。でこれが敗戦によりどうなったのか、先ほど、まあ、あっさり言えばそれはないってことになったんだ。だから国体はという言葉は死語になりましたけれども、しかしでもそんなあっさりなくなったことにしていいんでしょうかというのは、先ほどちょっと触れましたように最後まで国体保持っていうのはものすごく大事だったわけですね、戦争指導部ということはね。でこれもポツダム宣言受諾する際のギリギリの時にもやはり問題になってます。でなんとかして国体保持ができそうだっていうんで、ポツダム宣言受諾を決断する。で旅行放送の中では新国体を保持しねてって言ってます。で戦後新憲法を審議する国会の中で、これ国民主権になるから完全に国の形変わりますよねと、いいんですかと、これ国体は保持されたと言えるんですかっていうふうに追及をされて、当時の吉田首相はそんなことないと、国体はこうも変更せられない、何も変わってないっていう、いわくですね、五箇条の御誓文を読みたまえと、万機公論消すべしと書いてある、あれはつまり民主主義だと、で、新憲法は民主主義だと、だから国体はそもそも民主主義的だったんで、よって国体は変わってないというですね、ものすごい強引なことを言ってます。それから金森徳次郎という、もともとこの時で憲法学者なんですが、当時、特命大臣を務めてた人は、水は流れても川は流れないっていうのがよくわかんないことを言って、なんか国体は変わってない。だけど、本当にそんなこと考えないんですか。国体っていうのはその国の根本的な在り方っていうことも意味するわけですから、そんなこと全然変わってませんよっていうようなことを態度で持って日本が国際社会に復帰できたでしょうか。
もちろんできるはずないんですよね。サンフランシスコ講和会議で、その一応主権の回復としてしてるわけですけれども、それは当然あの時の日本とは変わりましたということを国際的に約束してるわけです。そうでなければこれナチスが、ドイツがですね、ドイツが戦後、俺らナチスドイツと何も変わってないからって言いながら国際社会に復帰しようっていうのと全く同じであって、そんなこと言うならはずないんですね。だから国体は変わった、根本的に変わったっていうのはこれは当然のことなんです。だから非常に奇妙なことが起きて、一方では全然変わってないよって言ってて、一方では明らかに変わっている。で、じゃあその実相は何だったかって言ったら、言ってみれば国体のフルモデルチェンジだったんだろうと。で、そのフルモデルチェンジとは、言ってみれば菊と星条旗が結合しちゃうようなですね、このマッカーサーと昭和天皇 の有名な会談なんていうのは、そこでまさに菊と星条旗の結合が現れてるんですけれども、そのような非常に特殊な対米柔道を生むことになる。で、それが今日どんな形で現れてるかっていうと、もうそれがその卑屈の極みに達してて、これ右側の写真何かっていうと、これ右翼の人たちのデモです。凱旋行動です。で、もう右翼の連中がですよ、星条旗振り回してるんですよ。もう彼らにとって国旗って、何なんでしょうね。多分日の丸を背負うのが大事なんじゃないですかね。だからこの人たちはまたこれ同じ面々がですよ、もうトランプさんが落選しちゃったっていうのも、それは認められないっていうんで、ネット上とかで大暴れしてるっていうですね。で、こんなことが起きてるのは日本だけだそうです。で、そしてですね、ちょっとここ時間の都合上飛ばしていきますけれども、今どんな時代にいるのかというと、戦前の国体の歴史3段階がありました。明治時代にこれ形成されて、で、天皇中心の国づくりっていうのをしていって、一気に、その植民地帝国まで築くわけなんですよね。で、そうやって、先進国の仲間入りをしたんで、一旦緩みます。ここまですげえ頑張ってきたんだから、ちょっと一休みしてもいいんじゃないって、大正時代、天皇の存在っていうのがちょっと希薄になるんですね。大正デモクラシーの時代です。で、自由主義や民主主義が流行ります。で、じゃあそのまま自由主義民主主義の国になれればよかったのかもしれませんが、そうはならずに昭和戦前期はこうファッション体制になってしまって、で、むちゃくちゃな戦争をやって国体が崩壊します。戦後はじゃあどうであるか。敗戦から1970年代前半ぐらい、これは言ってみれば対米従属が最初はいろんな、これ対米従属に対する抵抗ってあったわけですよね、で、激しい闘争もあった。しかしだんだんそれがもう固まっていって、もう70年前後になるともう不動になってますね、で、これがだから形成期だったと。で、この形成期は明治時代と同じように大変な発展の時代なわけですよね。焼け野原からまた、その先進国、いやもう経済大国の地位までも、獲得するという時代です。で、そうなってくるとアメリカに支配されてるんだっていう根本事実が見えづらくなってきます。それが1970年代から90年前後ですね。ジャパンアズナンバーワンとかで言われて、まあ、アメリカは、大したことないよみたいな雰囲気になってくるわけですね。で、これはだから大正デモクラシーの時期にあるので似ています。で、そんなにその力を蓄えたんだったら、それの力でもって、対米自立すればよかったんでしょうが、結局それができなくって、90年前後から現在までっていうのは対米従属がむしろ強化されて現在だ。で、ちょうど1868年から1945年までが77年間、戦後の北体が作られ始めてからぶっ壊れるのが77年間。今年戦後何年目ですか？76年目ですね。ちょうど来年、この戦前の国体、戦前の長さと戦後の長さっていうのはですね、時間量がちょうど等しくなる。となりますと、じゃあ私たち今まさにどんな時代に生きてるのかっていうことがちょっと見えてきたんじゃないでしょうか。どういうことかっていうと、要するにこれもうまさに国体、戦後の国体の崩壊期の最終段階っていうことを私たちは今、踏んでるんじゃないかな。で、あ、なるほど、安倍政権ってのはこれ東条英機政権みたいなもんだな。で、サイパン陥落で東条英機退陣しますけれども、
新型コロナパンデミック、あ、これは要するにサイパン陥落だと。で、東条の次には小磯国昭が総理です。小磯国昭は本当は戦争を終わらせることが期待されてたんですけれども、結局何もできずに退陣して鈴木貫太郎に変わるんです。そうか、なるほど、菅さん何もできないわけだなとこういうわけですよね。で、こういうわけで、いよいよもう統治も崩壊をしてきている。それこそだからもう大戦末期になぞらえたくなるような崩壊状態っていうのが訪れてきている。だけどやっぱり大事なのは本当にここできちんと戦後の国体ってものを終わらせるっていうことです。で、政治のレベルで言えばですよ、政治のレベルで言えばそれこそだから、東条の次の次の人ぐらいでいよいよもうこれはダメですってことを本当に認めるようになるんだと。だから菅さんの次の人ぐらいで、今のひどさっていうのを率直に認めるようになると。でその後じゃどうなるんだってことですね。で、その時に果たして出てくるのが、ちょうど今日名古屋ですからね、この写真持ってきちゃいましたけれども、このね、もう右側の人とかじゃどうしようもないわけですよね。で、今、署名の偽造問題は大変なことですよね、リコール署名のね。犯罪ですよ、完全に。で、政令指定都市の市長がですよ、あんな犯罪にこれ、どのぐらい関与してたのか分かりませんけれども、手を染めてたらですよ、全体未聞のですね、スキャンダルってことになる。で、それこそですね、これまでやっぱり日本人はどれだけ騙されてきたんだと、小泉純一郎さんが現れて、構造改革だと、なんかやってくれるかと思って、ボロボロにされました。安倍晋三さんが出てきて、拉致問題がどうのこうのと、で、日本を取り戻すと、とか言ったけれども、結局それはね、彼は、自分のお友達に何か配るだけだった。で、菅さんが出てきてパンケーキがどうのと、苦労人だからみんなの気持ちが分かる、そんなことは全然なかったと、お子さんを工場で助けてただけだったと。で、それですね、それでもう自民党ダメだねって話になってくるわけですよね。じゃあ自民党ダメだった時にじゃあ誰がいるんですかと。当然それは維新じゃないし、小池百合子さんでもなかろうし、河村さんでもなさそうなかろうと。で、結局、私たちっていうのは何者なんだと、そして私たちは一体どんな世界を望んでいるんだというところがしっかりしていない限り、結局あれこれと次々に詐欺師が出てきて、その次々にその詐欺師に騙される、騙され続けるんです。そしてそういうのを自業自得と言いますね。で、そこへ来るとこの小林武の神光線の中に出てくるですね、俺たちには俺たちしか味方がねえんだっていう言葉、あれはその日本の軍艦がやってきて、その帝国海軍だと、俺たちを助けてくれるのかと思ったらとんでもないと、帝国海軍は資本家の味方だったっていうですね、そのことに気づかされる、気づかされて発せられる言葉でありますけれども、それこそその苦難の中で民衆がいかに、自分たちが何者であり、どういう立場に置かれており、そして自分たちの本当の味方っていうのは誰なんだ、そのことに気づいた時に初めて本当の本気の連帯っていうのはですね、始まってくると、いうことだと思うんですね。で、そういう中でですね、今の状況、本当に厳しい状況です。まさに、国も社会も崩れ落ちようとしている。で、そういう中で、ちょっと先ほど、お話しましたように文春と、赤旗がある意味こう、ね、手を握って頑張りましょうって言ってるっていうようなんですね、状況がある。で、でもそれこそまさに、申し上げましたように一種の自民戦線であります。で、今どんなひどい権力がどんだけこう権力がひどくなっているのかっていうのはですね、この、
国体の崩壊だということを頭に入れてくれるとですね、非常によく分かると思うんですよ。要するに戦後の国体のシステムの 中で既得権益を得て、そこで美味しいご飯食べてきた人たちっていうのは、もう何が起ころうとこのシステム崩したくないんですよ。絶対に崩したくないんです。どんなに犠牲が出ようが崩したくないんです。それを死守しようとしているわけです。まさにその断末魔が安倍政権であり、またその後継の菅政権である。で、それは本当にこれから凶暴化してくる可能性っていうのもあります。それを、そんな時代を何とかして私たちは力を合わせて乗り越えていかなくちゃいけない。そんなことをですね、竹地を読みながらですね、皆さんにも、じゃあどうやってその、力を合わせるってことが可能なのかということですね、考えて、そしてまた心を燃やして、いけたらいいんじゃないかというふうに私は思っております。どうもご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ、これにてちょっと今日質問の方とかですね、用意しとったんですけど、まずちょっとこういうご時世ですから、これで打ち切りたいと思いますけど、ご了承願いたいと思います。それでですね、まあ、今回はがきで、まあ、お申し込みされた方がほとんどだと思うんですけど、そういう中で挑戦するということで何の返答もなかったということは我々の、まあ、手違いだったものですから、今後ともそういうことがないように気をつけたいと思います。本村さん最後の方で、あれ本村さん閉会のご挨拶を簡単にいたします。私は名古屋民主文学という雑誌の編集長をやっている本村英一と言います。本日はですね、会場参加で入れ替わりがありましたけれども80人、リモートでの参加が43人、合わせて122名の参加でありました。ご協力本当にありがとうございました。また美術集団の皆さんにもこんなに立派な絵画を作っていただいて心から感謝申し上げたいと思います。今司会者からもありましたけれども、お詫びは今のこの会場とリモート参加のこのチラシの中にですね、私どもの考えとしては定員超過の場合は抽選で決めると書いたんで、これで分かってもらえるだろうと思って、やっぱり成立に対応しなかったという点が一つの終わりです。それからもう一つはですね、このチラシの最終チェックは私がやったんですけども、その中で私の頭の中でですね、鬼滅の刃の主人公をかまど炭治郎が正解なんですけども、私は書いてるうちに手が滑ったね、かまどハイジローになってしまった。これも皆さん注意深く読まれた方は大変違和感があったと思いますけれども、その2つについて、お詫びを申し上げたいと思います。今回のテーマは格差社会と小林武二としました。先ほど白井先生から階級社会の方がふさわしいんじゃないかというご意見もありました。それは今新型コロナがですね、いつ収束できるのか、ワクチンが全ての国民に希望をもたらすのか、その先はどうなるんだ、自分たちの暮らしとなりわいはどうなるのか、労働者の雇用は守られるのか、こういう不安の中にあるわけです。小林武二が文字通り生死をかけて天皇制政府と戦いました。今日私たちはどんな勢力とどう戦うかの見定めていきたいと考えていく必要があります。本日の白井先生の講演はそれを考えていく上で大きな力になるものと思います。黙っていたのでは変わりません。私たちが思想心情の違いを超えた変革への道筋を見出し、力を合わせて進んでいきましょう。武二の生きた時代は厳しい困難がありました。
今日朗読していただいた蟹高専は1929年昭和4年3月に完成させた作品です。私は今から40年ほど前にコロプシャ出版の初版本による復刻全集を購入しました。それを見ますと、先駆者が発行した1929年9月、1冊70銭、0.7 円ということですね。で、調べてみますと、当時 の1円がですね、大体今日では2500円というのが過去そうですから、当時でも1750円になるんですね。この本が、先駆者は蟹高専を3回発行しているんです。合計3万5000部。で、滝地研究家の手塚さんという方が書いておられますけれども、滝地にはこの印税が約1000円、今の値段にすると250万円の印税が入ったが、滝地はそのうちの100円を取って、残りは先駆者の発行が続くようにと寄付したそうです。滝地の作品は日本だけじゃなくて、中国語版、あるいはドイツ語版もこの復刻全集の中には入っております。滝地はこの時代を生き、戦い続けました。私たちはこれからもどう生きていくか、周りの人々と共に考え、話し合い、力を合わせていきましょう。来年もこの滝地祭、開催したいと考えています。皆様のご協力に心から感謝申し上げ、閉会のご挨拶といたします。ありがとうございました。帰りに関係者同士に記入していただいて、また DVD が先生の講演を中心にしたんですね。DVD の申し込み書もありますので、また出口のところでお願いしたいと思います。ありがとうございました。じゃあお帰りの方はお気をつけてください。ミスにならないように絵も見ながらお帰りお願いしたいと思います。